うわ、俺マジでやだわ。むくんでるもん。いや、お前前出てこいよ。顔あれちょっとでかく、俺がでかいみたいになるじゃん。俺もちょっと今日むくんでる。誰がでかいねん。顔白くない俺。いや、もともと白いよ。どう、大丈夫？うん、大丈夫。整ってる？整ってないんで、もういいっす。今日は、そうね、いつもな。今日はじゃなくていつもだよ、お前。何言ってんのお前。何今日はって限定的な整ってないみたいな。腹立つわ。今日はちょっと調子悪いっす。どうも、湘南ベルマーレフロントスタッフの猪狩勇樹です。菊池大輔です。いやいや、あっさりすんな。お前もフロントスタッフの兼、はいはい、フットサル選手のとこあるでしょ、はい、ね、全部言っていいでしょ。フットサルのプレイヤー兼フロントスタッフ兼サッカースクールコーチです。よろしくお願いします。うわ、いっぱいある。多忙、ご多忙で何よりですよ。はい、今日はね、まあおかえり大ちゃんということで、あの大輔にいろいろ話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあ歩きながらね、懐かしいでしょ。まずバニー、懐かしいですね。バニーの公園、はい、嬉しいですね。あった、お前がいた時、はい、このバニーの公園のこの、これあった、遊具あった、全部あった、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 あった。そんな変わってねえか。はい、はい、全然変わってないです、はい。まずはい、ベルマーレに帰ってきて、はい、もう率直にどうですかと。どうした、虫が最後は虫、あ、虫嫌いなんだよな。牛に謝ってほしいわ。虫嫌いなんすよ。いや、ベルマーレ帰ってきてどうですかと、はい、久々に。はい、単純にやっぱり嬉しい、うん、嬉しいし、うん、なんか幸せを感じてます。あ、もちろんその選手サッカーを辞める決断は苦しかったですけど、うん、あとこうやってここで新たなチャレンジをできるっていうのが本当に嬉しいです。イメージやっぱあったの、こう現役時代、はい、どっかのタイミングでまたこうベルマーレというチームにこうまた戻りたい、戻ってきたいなみたいな、はい、あった。いや、もちろんベルマーレを出た時から、うんうん、まあ、最後というか、まあ、ベルマーレに戻って活躍して、うん、引退して、うんうんうん、まあ、そこからこのクラブに貢献していこうっていう、うんうんうん、まあ、シナリオというか自分なり の, あのイメージはしてたんですけど、まあ、残念ながらこう選手として帰ってくることは叶わなかったんで、うんうん、はい、まあ、そこの部分はすごく、まあ、悔しいというか残念な気持ちはありますけど、うん、まあ、たださっき言ったようにこの新たなチャレンジというか、まあ、サッカーからフットサルというところで、うん、まあ、またフロントスタッフとして帰ってくることができて、そうね、はい、まあ、本当にこれは全然本当に、うん、簡単に帰ってこれる場所じゃないというか、誰もがこういう環境を与えられるものじゃないと思うし、うん、僕自身もこうやって戻してもらえたというか、またこうやって働く機会を与えてくれたことには本当に感謝しかないです。めちゃくちゃ喋るやん。暑いからね、この人。やっぱ思いあるから、やっぱ勝手に出てきちゃう。そうそう、ちなみにガリ君はじゃあこれ帰ってきてどうですか。どうですか、そっち。はい、ちなみにね、大ちゃん、はい、やっぱ大ちゃんはね、やっぱ苦い思い出もあるんですよ、僕の中では。ユース時代ですよ、はい、あのね、これこの話も多分もう1000回ぐらいしてんだけど、僕いろんな人に持ちますか。いいの、はい、いいよいいよ、いいですか。僕が高3の時かな、はい、大好きがね、まあ、3つ違うんで、僕が3つ上なんで、あの高3、はい、で大好きがね、長野かな、長野県かな、かはるばるね、一人でこの湘南の土地に来て、はい、まあ、ユースに来ると、はい、僕が高3で、まあ、卒業すると、で、まあ、ユースの、まあ、伝統なのかな、あれ、あのユニフォームね、はい、あの着てたユニフォームを、はい、まあ、後輩に渡すみたいな。その当時もガリックはねエースだったんで。いや、なんで当時はとか、はい、当時はお前気になるワード多いな、お前。当時はもうね、やっぱり絶対的存在だった、ね、うん、もうなんかこうオーラ放って、はい、あの本当近寄せないぐらいの感じ。だから喋ったことないぐらいでしょ。怖かったでしょ。そうそう、怖かった、うん、あえてやってたから、そういうの、はい、うん、で年下に自分の着てたユニフォーム渡すと、はい、でまあ大体は1個下に、はい、まあ渡して、あ、来年頑張れよと、はい、僕はまあ、ね、なんとなく通例的には鎌田翔馬にね、はい、あのユニフォーム渡そうかなって思ったんだけど、やっぱり大輔が中3で一人で来て、わ、こいつすごいなと期待してるし、なんか頑張ってここまで来いよみたいな感じに気持ちも込めて、はい、大輔、俺のユニフォーム使えよ、はい、俺を超えて来いみたいな感じで渡したんですよ。で半年後ぐらいかな、半年、むしろ経ってないかもしれないですけど、あれ気づいたらですね、
僕スタジアムの観戦エリアで大好き見てました。あ、大好きうまいねっつって、すごいやデビュー早すぎて、あのユニフォームどこ行った俺の私のユニフォームどこ行った、あれ俺の気持ち考えたことある。僕もそんな試合、まあ、たまたまね出させてもらいましたけど、今たまたまじゃガリ君もずっとそん時も怖かったし、そん時も尊敬してました、ね、ああそう、うん、そう、まあね、でもそんな大好きがいろんなチームを経てこれベルマーレ戻ってくると、はい、いうことはもう率直にめちゃめちゃ嬉しかったけどね。ありがとうございます。はい、僕もやっぱガリ君がいてくれるっていうのは、うん、心強いですよ。いや気持ちごめんかい、はい、菊大さんは、はい、どんなことをしてるの、はい、仕事的には。それこそあれでしたね、今ガリ君と、うん、まあ、島君という僕にとっては偉大な2人の先輩がいらっしゃるので、はい、その2人からいろんなことをこう、うん、レクチャー してもらってます。ちゃくちゃ、まあ、営業、うん、営業が今は主な仕事ですけど、そうだね、はい、どう、はい、こう今までずっとサッカーしかしてこなかった人生で、いわゆる社会人経験をね、ほぼ、はい、ね、そういった意味で言うとサッカー以外ない、はい、この営業っていうのは、はい、イメージ湧く？全く無知というか、おうおう、挨拶の仕方から名刺の渡し方からあ、そうね、本当にわからないことだらけだったので、うんうんうん、まあ、不安はありましたけど、まあ、ただガリ君だったり、うん、島君が優しくレクチャーしてくれてるので、よくわかってんじゃん、まあ楽しみだな、はい、そうなんですよ、これね、これまた前に越されんじゃねえかってちょっとガリ君なんか取ってきました、取ってきましたみたいな、はい、聞いた瞬間に心臓バクバクバクってこのバクバク何っていう。誰がフルカブじゃん。何でもやってんの。ああちょっといろいろライブじゃないよ。ああライブじゃない、いってらっしゃい。やめやめ、ね、今この午後の練習行くとこっすね、選手はね。白いな俺。あ、これだと分かりやすいね。白いな、恥ずかしい。もともと白いからね、焼けないもんね、大好き。焼けるんすけど、白く 赤くなるでしょ。いやこの感じめっちゃ白く見えるな。白い白い白い。別に誰も見てないって。じゃあ、大丈夫だよ。いや、見てんだよこれ。あ、そうなの。見るやつなの。見るやつ見るやつなのよ。あ、でも俺より今こっちだから。マジマジ、どこ行った？あれ？あ、じゃあ、よっしゃ。あ、めちゃめちゃ爆笑の YouTube です。めっちゃ入ってくんな。邪魔だな。で、あの、そうだよ。そうだよ。そう、だから、あ、そうそう、越されるかもなって思ったけど、はい、当時の自分より自信ある。当時はちょっと不安だったけど。今は自信ある。今は自信ある。いや、当時も自信にはみなぎってましたけど、ね。そうね。ズタボロだったけどな。怖かったっすからね、本当に。お疲れ様です。そう、だからまあそれで言うとすごいよ、やっぱ大輔、めちゃめちゃ喋れるし、思いもあるし、あ、なんかもうその2つが兼ね揃ってるから、今回ね、その結果も残してるし、なんかもう時間の問題だなって感じ。抜かれ、抜かれの。そんなことないっすよ。追いついてこいよ。本当に、うん、追いついてこいよ。大輔遠藤、大輔遠藤。スギちゃんの笑顔だ。ああ、いただいたわ。いい髪型してます。ああ、これおしゃれで、おしゃれでやってるから、これ会社の人みたいになってる。ミスではないですか。誰がミスだよ。もう一人来た、もう一人来た。おー、まあ、すごい揃ってんな、集ってんな。1位なこれ。またな、1位な。え、 YouTube、 俺さん言う、俺さん言う、これ菊池大輔カメラ喋れてるね。もう選手じゃないの、ガリ君の、もう自重近いな。ガリ君の仕事がなくなって大好き。うわー、だと思うじゃん。無理でしょ、俺の頭のこいつには譲らねえしな。久しぶりのスタジアム、まあ、この前行ったじゃん、はい、サポーターの皆さんどうでした？いやもう、あれっすね、うん、泣きそうになりました。泣きそう？いや、挨拶させてもらって、うん、で、僕の昔のちゃんと歌ってもらえて、ね、うん、その瞬間もなんか泣いた。はい、ここで泣いちゃう、なんか、うん、なんか恥ずかしいなと思って、うんうんうん、って我慢しましたけど。泣いてないってこと？めちゃめちゃ泣いてないです。いやいや、ほぼほぼ出てました。泣きそうになりましたとか。やだな、そういうのやめてほしい。そういうことじゃない、僕泣いても涙出ないですよ。これが菊池ですよ、はい、意外と
はい、ああ言えばこう言ってくるから、映画とかでも泣いてるんですけど、うん、涙は出ないんですよ、心の涙みたいな。そう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 。いやいや俺が散歩としよう。本当に本当にあのなんか人前で泣いちゃいけないっていうのがあるんで、うん、涙を出せない。男は涙をね、それが僕の特技なんで。あ、そういうこと。いや、よかったね。でも感動というか、藤大輔ゴール入ってさ、感慨深いというか、うん、はい、めちゃめちゃ嬉しかったですね。はい、ということでね、はい、今晩に一周しましたけど、はい、早いですね。好きないね、はい、話が、うん、選手も話が好きない、はい、アドバイス大輔に楽しみ。本当に新たなチャレンジ、まあ、さっきも言いましたけど、うん、まあ、練習参加もさせてもらったんですけど、本当に全く別のスポーツというか、ずっと言ってたもんね、まあ、それね、はい、もちろん足で扱うっていうのはあの一緒ですし、フットボールっていうのはまああるんですけど、簡単な挑戦じゃないですし、あの僕自身あの半年なのか1年なのか分かんないですけど、うん、本当に吸収する年というか、全て自分のものにしなきゃいけないあのシーズンが始まるので、覚悟を持って頑張りたいと思います。普段サッカーしか、応援に行けてない方だったりとか、うん、ね、あのフットサルまだ興味ないよって方いるかもしれないですけど、どっちもベルマーレなんで、うん、同じ湘南ベルマーレファミリーとして、あの小田原アリーナの方にもぜひ来ていただけると、また湘南エリア全体が盛り上がりますし、嬉しいんでぜひ来てください。まあ、僕もその来ていただいた試合で活躍できるように頑張りますんで、よろしくお願いします。そんな甘くないと思うんですけど、まあまあそりゃそうや、まあ、勝負の世界ですから。まあでもやるからには、うん、もう日本代表目指しますし、そりゃすごいな、まあ、湘南ベルマーレとしてアジアチャンピオンになるって目標が、うん、大きな目標が、ね、ね、あるんで、そこのピッチに必ず立つっていうか、そこにいるっていう目標は自分の中で一個大きな目標があるんで、そこに貢献して引退できたら最高かな、うん、あ、じゃあ最後の一花の一番のてっぺんか、そこがですね、菊台のそこができればすごく自分は嬉しいというか、なるほど、ね、まあ、その時は本当に涙流すかもしれないんで、あ、心のじゃなくて、はい、そうですね、めちゃくちゃ自分腹立つな。ここに腹立つなって。いやいや腹立つんですよこの人、ね、本当になんか大ちゃんでいいの、なんて呼ばれたいのあなた。サッカーの方に大ちゃんいます？いないですよね。え、いるよ。いる、杉岡の大輝。ああ、杉岡ちゃんが、俺大ちゃん、これ大ちゃんって呼んでるから。杉岡ちゃんがいいんだか。初めて呼んだけど。杉岡は大ちゃんって感じしないからな。しないな。杉岡は杉ちゃんにしてもらって。そうね。じゃあお前は大ちゃんで。大ちゃんで行く？いや別に何でも、もう、まあ、僕のこと知らないファンとかサポーターの方もたくさんいると思うんで。うんうん、そうね。まあ、そうやって親しまれれば嬉しいなっていうのは思うんで。うん、気軽に声かけていいの？いやもうお願いします。本当？ね、俺はじゃない、うん、俺そういうの嬉しいタイプなんで、街とかでもなんかちょっとでもオーラで出すじゃん急に変に。あ、出ちゃってます。いいでしょ、だから声かけて。もう僕はどこで会っても、うん、会ったら声かけてもらえるんで、嬉しい。あ、どこでもいいんだ。嬉しいタイプなんで、まあ、サインも全然しますし。あ、本当ね。お話も1時間以内ならできるで、うん、あ、すごい、はい、カフェとか行って、あ、めちゃくちゃ時間使うやん。お茶でもしたいなって。それは全然需要ないと思うけど。はい、ということで、はい、これからフットサル選手としてフロントスタッフとして、はい、スクールコーチとして活躍するであろう、はい、菊池大輔からの皆さんにお届けするメッセージでした、はい、それではまたね。ないない、なんもない。いいの？なんもないよ。オープンしたらなんかあるでしょ。